皆さんこんにちは、シェフコージです。さあ今日はですね、先日、YouTube でもとても人気のコストコに買い物に行ったんですけども、そこで見つけたとある食材を使って、今回のレシピをご紹介していきたいと思います。まあ、コストコはね、いろんな方がこう YouTube 内でもご紹介されていたりとか、たくさんの方がご利用されている、まあ、会員制のスーパーですね、そちらの方で、購入してきたものなんですけども、もしそこでね、私会員じゃない、買えないという方があったとしても、前回、使っている食材ですね、それをねまた応用していただいて使っていただくこともできると思います。はい、それではね、今日ご紹介したいレシピはこちらになります。じゃん、子羊のティーボンローストカリフラワーのカレー風味添えになります。はい、そうなんですね、コストコで見つけてきたのはラム肉のね、ティーボンですね。前はラムショップなのでこのあばら骨のところだったんですけど、今回はね、お腹の、背中の部分になりますね。お腹のここですね、はい、の部分を使ってやっていきたいと思います。カリフラワーをね、今の時期とても美味しいシーズンですし、子羊とね相性もいい野菜になります。そちらの方をですね、コンビネーションを楽しんでいただきながら、ソースはですね、バジルとミントを使ったソースをかけて、爽やかにお召し上がりいただきたいと思ってます。ラム肉はちょっと、ね、臭みがあって苦手っていう方でもね、こういった爽やかなソースを使っていただけると非常に苦手な方でも食べやすくなると思いますので、ぜひ、チャレンジしてみてください。それでは早速いってみましょう。はい、それでは本日の材料になります。ラム肉の T ボーンが2切れ、ニンニクが4かけ、ハーフベーコンが1パック、ほうれん草が1足、付け合わせでロマネスコとカリフラワーを使います。そしてパルメザンチーズが小さじ2杯、あとはスペアミント、バジルとカレー粉になります。それでは早速、次の工程に進んでいきましょう。それでは早速、準備に取り掛かっていきたいと思います。まずこちらがね、T ボーンですね。こちらの方にフィレ肉があって、こちらにね、ロース肉の方があります。で、ロース肉の方にですね、見ていただいたら分かる通り、こういう筋が入っています。このまま焼いてしまうとですね、縮んでしまいますので、筋の方にね、軽く切り込みをね、入れます。で、お肉の方にね、切り込みが入らないように気をつけてください。はい。で、ニカトともね、同じように、この筋の部分だけ切り込みを入れておきます。で、硬くて口に残って嫌だっていう方は、この筋をね、取り除いていただいてもいいと思います。はい、筋の切り込みを入れましたら、今度、子羊にねお塩をしていきます。で、まんべんなくね全体に塩が行き渡るようにしてあげてください。ニンニクを用意していきます。ニンニクはですね、非常に子羊と相性のいい食材ですので、たっぷりね使ってあげましょう。ニンニクはですね、この根っこの部分ですね、根っこの部分を落としていってあげてください。はい、根っこの部分が、落とせましたら、今度ね、ニンニクを潰していきます。包丁の背、もしくはね、まな板の上で、体重をかけて潰してあげるような感じですね。手を切らないように気をつけてあげてください。はい、こんな感じですね。はい、これをね、ゆっくり子羊の方を焼いていきたいと思います。はい、フライパンを火にかけていきます。オリーブオイルですね。で、まだフライパンが温まってない状態のところに先ほど潰したニンニクを入れていきます。今回ね、この加熱しているニンニクをソースの方にも使いますので、なるべく焦げないように気をつけてください。はい、ニンニクを入れてるね、フライパンがこうシク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 と音がして、温まってきたらですね、そこに、子羊が出てきます。子羊はですね、この T ボーンはこのフィレの方が柔らかくて火が入りやすいですので、先ほど切り込み入れたね、この背の部分ですね、をまず焼いていきます。できれば少し深めのフライパンに入れてあげて、火加減は一番弱い弱火にしております。弱火でね、じっくりじっくりじっくりと焼いていくと、しっとりとして柔らかいラム肉に焼き上がりますので、このまま蓋をして焼いていきたいと思います。子羊のね、背肉をですね、ゆっくりと低温でじっくりとね焼いていってる間に、付け合わせのね材料を用意していきましょう。今回はね、カリフラワーを使います。じゃあカリフラワーのねを房に、分けていきたいと思います。まずね、この軸の部分をこう
ていきます。はい、で周りのね葉っぱをこんな感じで剥がしていってあげてください。で、はい、こんな感じですね。房に分けていきます。カルフェアもね、同じように周りの葉っぱを取り除いてあげて、はい、こんな感じですね。で、食べやすい大きさに切り揃えていきます。付け合わせの次はほうれん草ですね。ほうれん草の洗い方はですね、前回にご紹介している牡蠣のクリーム煮の方で、詳しく説明してますので、そちらのね動画も参考になさってみてください。で、根っこのねこう十字に切り込みを入れてます。で、根っこの硬い部分と葉の部分、柔らかい部分ですねを分けて、切り揃えて置いておきます。はい、こんな感じですね。じゃ続きますね、ベーコンです。ベーコンのハーフカットになります。短冊切りですねにしていきます。このベーコンは付け合わせで使います。はい、こんな感じですね。はい、これね付け合わせの、下準備が終わりました。あとはソースとね、子羊の焼き上がりを待ちながら、仕上げていきたいと思います。はい、4分ほど経ちました。子羊の方ね見ていきましょう。ニンニクもねしっかりと、焦げないように、気をつけてあげてください。はい、こんな感じですね。筋の部分がしっかりとこんがりとね、焼けて美味しそうなきつね色になっております。で、そしたら今度フィレの方をね向けていただいて、また蓋をします。これで約3分ほど置いていきたいと思います。はい、子羊をじっくりと焼いてる間にハーブソースを作っていきたいと思います。スペアミントとバジルですね。まずはバジルの葉っぱを、このカップの中に入れていきます。茎はですねちょっと硬いので入れません。まあ、この葉っぱの柔らかい部分だけを使うようにしてあげてください。で、このソースはですねオイルベースのソースですので、作っておいたら日持ちします。こういった葉の柔らかいハーブはなかなかね、日持ちしにくいですので、まあ、買ってきてちょっと余ったなって時に作り置きをしておいていただけると非常に便利なソースになります。また、まあ、パスタとか他の肉料理、魚料理にも活用していただきますので、ぜひね、作ってみてください。で、そしてスペアミントですね。今回のスペアミントは茎も柔らかい部分が入っているパックですので、そのまま入れてしまいますけど、たまにねこういう軸の硬い部分とかがあれば、軸の硬い部分は入れずに、そのまま取り除いて、この中にね加えるようにしてみてください。次はパルメザンパウダーですね。パルメザンパウダーを入れます。先ほど子羊を一緒に焼いてた、ニンニクですね。こちらですね。こちらの方、皮を剥いてこの中に一かけ入れていきます。はい、こちらですね。で、オリーブオイルです。まずオリーブオイルは大さじ先に2杯ほどくらい入れていただいて、結構しっかりオイル入りますので、お塩ですね。お塩は、油に溶けませんので、最初にね少し、軽くしといてあげてください。そして胡椒です。こちらね、ミキサーにかけていきます。オイルが足らない場合はですね、そのオイルをね少しずつ足しながら、で、綺麗なペースト状にねしていってあげてください。はい、こんな感じでね、綺麗な緑色のソースが、できました。それではね、子羊の方を見ていきましょう。はい、それではね、蓋を開けて見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。表面がこんがり焼けて、で、ラムの方もね蒸気で蒸し焼きにしていってるような感じですので、かなり柔らかく仕上がっております。そうしましたらこのね表面をね一気に火を強めていただいて焼いていきます。で、表面が焼けましたらこんな感じでバットに引き上げておきます。で、バットに引き上げましたら、
そのようにね、アルミホイルをかぶしてあげてください。で、あとは余熱でね、じんわりと、火を入れていってあげたいと思います。で、このフライパンの中に残ってるね、まあ、油はちょっと匂いがありますので、しっかりと吸い取ってあげて、この鍋底に旨味がしっかりとこびりついてます。そこの中にですね、ベーコンを入れます。で、火は弱火にしてあげてください。少しだけ新しいオリーブオイルを加えてあげてあげます。ほうれん草の硬い部分ですね、硬い軸を入れます。少し蓋をして、この中でね、ほうれん草の水を出していっていくようなイメージで、置いておきます。はい、横でほうれん草を焼いてる間に別のフライパンですね、別のフライパンを火にかけてください。オリーブオイルですね、それと、こしずりを焼いてたフライパンからですね、ニンニクを取り出してこちらに移します。しばらく温めていきたいと思います。はい、横でね、フライパンを加熱してる間に葉っぱの柔らかい部分を加えていきましょう。しっかりと炒めていってあげます。こうすることでですね、ほうれん草から出てきた水分が鍋底のね、肉汁の旨味をこそげ取ってくれて、なおかつこのフライパンの中の旨味を全てほうれん草が吸ってくれるような状態になってます。で、塩コショウをここでするんですけども、ベーコンに塩味があります。ですので、ね、薄い塩加減で、塩コショウをしてあげてください。塩コショウをしたらよくね、混ぜていってあげます。葉の方はすぐ火が入りますので、塩コショウして蓋をしたらもう火を止めていただいて結構です。それではね、カリフラワーの方を、仕上げていきたいと思います。フライパンが温まりましたら、今度ね、カリフラワーとロマネスコを入れていきます。で、カリフラワーはね、まずは断面を下にしてあげてください。はい、で、カリフラワーを加えましたら、軽くねお塩をします、はい、このままね、蓋をして、蒸し焼きにしていきたいと思います。約2分ぐらいになります。2分ほど経ちました。そうだね、それではひっくり返していきましょう。こんがりとね、きれいな焼き色がついております。はい、でひっくり返しましたら、ちょっと分量がですけど、大さじ2杯ぐらいのお水を加えます。そして蓋をします。この状態でね、蒸気で蒸し焼きにして、カリフラワーのね、旨味を引き出すっていうような感じでやってみてください。はい、2分ほど出しました。こんな感じでね、水分が完全になくなって、カリフラワーがね、柔らかい状態になっています。で、まあ、ニンニクのお好きな方はですね、ちゃんとニンニクもこうやって焦げずに綺麗に焼けてますので、このニンニクをピューレにしていただいて、すき野菜で使っていただくっていうのも、一つの方法としてあるので、ぜひね、好きな方はそれをやってみてください。はい、で、カリフラワーに火が入りました。今度ね、カレー粉を、風味付けで加えていきます。で、カレー粉は焦げてしまうと臭くなりますので、もう火を止めていただいて、この上にね、振っていきます。で、余熱でね、カレー粉がこういっていくような状態になるので、香りがね、非常に、香ばしく全体に、ね、広がるようになってきています。はい、はい、カレー粉はね、まぶしていただきましたら、これを盛り付けていきたいと思います。盛り付けていきたいと思います。まずはね、ほうれん草の方ですね。ほうれん草を、盛り付けます。ちょっと中心よりね、ずらして盛り付けていただきましょう。はい、その上に、ティーボンですね。はい、ティーボンを盛り付けます。そしてカリフラワーですね。カリフラワーとロマネスコですね。カレーのいい香りが漂ってますね。カレー粉と、このね、子羊も非常に相性がとてもいいです。はい、あとはソースをかけて仕上げていきたいと思います。まあ、ちょっとね、今回はいろんなソースを
トッピングして使います。まあ通常は先ほど作っていただいたこのねミントソースとバジルのねハーブソースだけでいいと思うんですけど、せっかくね、3種類の基本のソースを、はい、ご紹介しましたので、まずはねはいこちらアイオリソース、アイオリソースもねお肉に相性がいいですよというふうにお伝えしたので、アイオリソースもちょっと添えてみたいと思います。おまけですね、でニンニクとの相性も保湿でとてもいいですので、次は、ね、タプナードソースですね。タプナードをちょっと添えます。はい、そして仕上げにこちらのねハーブソースですね。はい、こんな感じで完成でーす。はーい、いかがだったでしょうか。とってもね、シンプルで、すぐにねできるようなお料理なんですけれども、基本のテクニックがギュッと詰まってるようなお料理になります。ですので、今までのね料理をちょっとワンランクステップアップしたいなって方にはとてもいいレシピになるのではないでしょうか。まあ子羊のティーボーンとか、ラムチョップがね自分のね住んでる周りではあまり売ってないって方は、違うねお肉を使っていただいても非常に相性がいいと思います。例えば豚のローストだったりとか鶏肉だったりとかしても、食材が変わってもね他の食材でも相性がいいような構成にしてますので、ぜひねいろんな具材を変えていただいてもね楽しんでいただけると思います。今回のねレシピが良かったよ、ちょっとねチャレンジしてみたいなという方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。